ナルセ・トールは、日本の官僚、実業家、なるせ竜造の長男、貴族院初期官長を経て、第四代の日本生命社長となった。1909年に、東京帝国大学政治家を卒業して、農商務省に入る。その後、1926年7月23日から1931年12月5日まで、貴族院初期官長を務めた。 よく1932年、日本生命の常務取締役に迎えられるが、1936年3月に、創業家出身の第三代社長の広吉健太郎社長が急逝したため、社長代行に就任、1937年には、会長の山口吉郎表へも辞任したため、同年2月の株主総会、取締役会によって、佐々木駒之助新会長とともに新社長に、 選任された。以降、戦時下を通じて、社長の地位にあり、生命保険協会理事長会長などを歴任したが、太平洋戦争終結後の1946年12月に、戦時中への国策協力を理由に、公職追放令の適用に先立って、社長と生命保険協会理事長会長を退任。翌1947年8月に正式に、 公職追放処分を受けた。ナルセの追放に先立って、同年5月に、日本生命は株式会社から相互会社に移行したが、しばらく公認の社長は設けられず、翌1948年になって、常務、専務を務めた広予言が、第5代の社長に就任することになる。没後、君三島局日中受賞を授けられた。昭和人明治天第三巻近畿。 中国、四国、九州編日本図書センター、1987年、ISBN4 から 820506951P185、人物物古大年表通日本人編に違い、アソシエーツ、2006年 ISBN4 から 816919597P37、破体区彦編、日本官僚性総合辞典、1868から、 2000東京大学出版会2001年 P24 ありがとうございます。